皆様いかがお過ごしでございましょうか。南風チャンネルでございます。今日は帰ってきたシリーズでね、またご紹介をさせていただきます。ダホンのねスマッシュヒットの K3 ですね。これの赤黒、まあ一番なんだかんだ言いながら人気があると言われている、モデルだと思います。でそれのですね、まだあのヘッドチューブアダプターをつけるネジ穴がない頃ですねに、納車したもので、順調にね通勤用途へぐいぐい乗りまくっていただけておるようで、ちょっとそれにまつわるねトラブルが出ましたので修理してくださいということでお運びいただきました。でまあね、何遍もお話をしますが、やっぱ乗りまくっていればねこうなりますせというような状態になったって、その上でね修理してくださいというふうに持ってきてもらえるっていうのは本当に、まあ、素敵なことだなと改めまして思います。ねちょっと汚れてますねとか、まあ乗ってりゃ当たり前にね、汚れるのは当たり前の話であって、そういうようなね状態で使ってくださっているというのは素敵なことですし、ここですね、ここのレバー、ここのところはねちょっと色あせというかねしてますよね。でこれはもういかにその紫外線のね当たるところで使われているかということの裏返しでもありますから、やっぱりいい、なんかいいね、いいとこに嫁いでいたなというふうに思うわけでございました。で、その上でね、うちのね、店頭をなんか久しぶりにご覧になって、こういろいろ見てらっしゃって、おっしゃってたのが、今最新の K3 はここに前にね、カゴつけたりとかいろいろできるようになったんですねっておっしゃってまして、やっぱりね、K3 みたいな自転車は日常的にやっぱ使いやすいというような特性があるんだなと思います。であればこそ日常的に使ってこういう便利なこともできますよというようなそのアクセサリーですね。使うか使わんかはもうその人が決めることで、それができるかできんかっていう話になるとやっぱできるような懐っていうのは持たせておいた方がやっぱりいいよなというふうに思いました。でそこまでね自転車毎日乗ったりとかね日常的に使えるようになってくるとやっぱついついなんかブロンプトン気になりますよねみたいな話をなさってねいらっしゃって、素敵なことだなと思いましたし、まあ、いつかね、まあ、あらなかなかね値段も値段ですからね、すぐっちゅうわけにはいかんでしょうけども、ね、いつかブロンプトンに乗りたいという気持ちになってくださってるっていうのは素晴らしいことだというふうに思いました。その上でね K3 とブロンプトンは同一人格の中で両立できるケースがほとんどですので、安心して、増やしていただきたいなと思うわけでございました。安全運転でお楽しみいただきたいと思います。